こんにちは、みえこです。今日はこのポーチを作りました。いつも頑張っているあなたのご褒美のために作ってみてくださいね。それでは動画のスタートです。Thank you.
それでは刺繍が終わったのでここからご説明します。最初にファスナーをつけます。このファスナーをつける横の部分の布を余分なキルト綿カットします。そしてこの赤い布ですね、これにキルト綿を重ねてこのように折ってミシンで一回縫います。キルト綿を固定させます。続いてバイアステープを作ります。2本作ってね、1本後で使いますから。このバイアステープで先ほど作った横の部分の布の端をこのように縫って、表に返してステッチをします。続いて前回も使ったこの長さが調整できるファスナーを表側から縫います。縫い終わったらこのようにファスナーをカットします。そして金具を取り付けます。このようにね、ちょっとコツがいりますけど慣れると簡単にできますよ。続いてゴムを用意します。そしてリボンの真ん中にゴムをこのように重ねてミシンで縫います。少し縫ったところでゴムを引いてリボンはそのままにして縫いますよ。ぐいっと引っ張ってるの分かりますかね。後ろでリボンがきれいにウェーブして縫えているのは分かりますか。強く引くと大きなウェーブ、そして軽く引くと少し大きめのウェーブができます。リボンは1メートルぐらい使いましたが多めに用意するといいですよ。このようにできます。これを側面の中央付近に縫います。間隔は好きなように縫ってください。はい、側面できました。続いて底と蓋の部分を作ります。キルト綿をカットします。
裏布は切らないように注意してくださいね。先ほどの残りのバイアステープを持ち手の紐に使います。中に入れる紐は30センチにしましたが、もうちょっと短くてもいいかもしれませんよ。ちょっと長すぎました。そしてバイアステープで包んでミシンで1回縫います。布端をカットして縫い代を隠すようにこのようにキルトトップの上に置いてミシンで縫います。しっかり縫ってくださいね。でも布のポーチなので、すごく重いものは入れないでくださいね。2回縫ってしっかりと留めます。もう片側も同じように縫います。はい、このようにできます。あと5センチぐらい短くても可愛いと思いますよ。次にポケット作ります。裏布と同じ大きさの布を用意します。そしてこのように折ってステッチします。裏に返してもう一度ステッチします。そして簡単に縫い留めてください。今度は側面を輪にします。余分なキルト綿をこのようにカットします。そして両サイドを重ねてミシンで縫います。ファスナーの部分を縫わないで緑色の布の部分を縫います。そしたら余分なファスナーをこのようにカットします。そして縫い代を隠すように布を折ります。今度はファスナーの部分まで上から下まで縫います。
このように縫ったら、ファスナーの部分を布を重ねて隠します。このようにね、最初裏から縫って、後から表側からもう一度縫います。はい、このようにできたら、今度は表側から同じように縫ってください。できたら、今度は中央に印をつけます。半分に折って、このようにね、上と下両方をつけますよ。そして底の布にも中央の印をつけて、横の布と底の布を縫います。はい、このようにできたら、今度は残っている部分を縫います。次に裏布で布の端を隠します。そこができました。次、同じ方法で今度は蓋の部分をつけます。縫い方同じですよ。はい、できました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画で
お会いしましょうね。またねー。